こんにちは、村雲チャンネルです。今回は佐原親王、桓武天皇と平安京の関係をご紹介します。まずは主人公である桓武天皇について見ていきましょう。桓武天皇、山辺の王子、後の桓武天皇は後任天皇と百済系渡来人氏族大和の乙継の娘高野の新笠との間に生まれました。高野の新笠は天智天皇の孫にあたる白壁王、後の後任天皇の側室となり、天平9年737年に山辺の皇子、後の桓武天皇、天平正宝2年750年頃に佐原親王を産みました。道教による狂乱の時代が聖徳天皇の崩御により終わり、天武系皇統が断絶すると、62歳で擁立された白壁王は宝亀元年770年後任天皇として即位しました。皇后には井上内親王、皇太子にはその子である長部親王が立ちました。その裏で暗躍したのが藤原の桃川、長手、吉津村藤原式家の一族でした。藤原一族が目をつけたのは老天皇、後任ではなく山辺皇子でした。日上の川継ぐ事件。772年、井上内親王が天皇を図祖した疑いが持たれ、皇后の地位から落とされます。さらに嫌疑は長部皇太子に及び、二人は大和の国氏軍に幽閉され、3年後に二人とも亡くなります。自然死ではなく藤原の桃川らが仕組んだ冤罪であろうと考えられます。その代わりに翌年の宝亀4年773年山部親王が37歳で立太子しました。老天皇、後任が病気により上位し、山部親王が即位します。桓武天皇です。これで天皇の御世が安泰に進むと思われましたが、事件が起きます。日上の川継ぐ事件です。782年、ある人物が宮中に乱入し捕らえられ、尋問で日上の川継ぐの謀反を白状します。日上の川継ぐは捕らえられ、伊豆へ流罪となりました。川継ぐは天武系の家系である藤原京家、浜成の娘を妻に持つことから、謀反に関わりやすい気風が流れていたことは疑いないようです。この事件は大きく波紋を広げます。三義、藤原の浜成、佐大弁、大友のやかもちらが刑罰を受けました。百人一首や36歌仙としても有名な大友のやかもちです。さらに左大臣藤原の魚名が解任され左遷されました。これにより藤原京家は没落していきました。桓武天皇の夫人となったのは藤原義継の娘、藤原の乙室で、皇后に立てられました。乙室の産んだ子が阿部親王、後の平勢天皇、上野親王、嵯峨天皇です。その後藤原の桃川の娘足袋子を夫人にし、大友親王、後の純那天皇を設けました。佐原親王、781年、桓武天皇は即位すると高野の新笠を皇太夫人とし、佐原親王を皇太子に立てました。天皇の弟が皇太子になるのは第一王子である阿部親王、後の平勢天皇が生まれていましたが、桓武天皇が崩御した場合に阿部親王が幼帝として即位するのを避けるため、佐原が立てられたとみられます。
佐原親王は後任天皇と高野の新笠の間に生まれた桓武天皇の弟です。母方が蛮族系の下級貴族であったため律太子は望まれておらず、天平法治5年761年に出家していました。藤原の種継ぐ事件。延暦4年785年9月23日の夜、長岡京造営の式にあたっていた藤原の種継ぐが何者かに矢によって打ち貫かれ、翌日息を引き取ったのです。その時桓武天皇は奈良の旧京に行幸したり狩猟をしたりして長岡京に戻っていませんでした。代役を佐原親王、右大臣種継ぐらが務めていました。朝廷は直ちに犯人の捜査に乗り出し、数名の者を容疑者として捕らえました。取り調べの末、大友の継ぐ人が主犯とされ、十数名が捕縛されて斬首となりました。事件直前に死去した大友のやかもちは首謀者として官籍から除名されました。この事件の余波はさらに重大な様相を呈してきます。やかもちが大友、佐伯領主を伴い種継ぐを排除し、佐原親王の了解をもって実行したと首謀者らが白状していたのです。嫌疑はついに佐原親王に及び、9月28日佐原親王は身柄をお得に寺に幽閉されました。佐原親王は無実を訴えるため絶食し、14日が過ぎ淡路の国に配慮される途中、河内の国の淀川に架かる高瀬橋付近、現在の大阪府守口市の高瀬神社付近で息を引き取りました。それでも遺骸は淡路に送られ、そこで葬られました。佐原親王が種継ぐ事件に関与していたかどうかは不明です。佐原親王の公儀の絶食による死とする説、桓武天皇が飲食物を意図的に与えず餓死させることで直接手を下さずに処刑したとする説、事の成り行きを見ると佐原親王は冤罪であったと考えます。まずお得に寺に幽閉された佐原親王が自ら飲食を絶って死に至ったということであれば、死をもって無実を証明しようとしたことになります。さらに佐原親王の敗退死を桓武や側近が望んでいたということです。早速その年の11月に桓武は弱冠12歳の当て親王を皇太子に立てています。種継ぐ事件について大友のやかもちが首謀者なのか、あるいは違うのか、これは全く分かりません。やかもちはその直前に亡くなっていることから、大友の継ぐ人らの犯行でやかもちを首謀者に仕立て上げようと白状したことなのかもしれません。長岡京の造営。延暦3年784年桓武天皇は山城の国お得に郡長岡村、現在の京都府向こう市、長岡京市、京都市に司教区の視察を命じたことから始まります。長岡京遷都の準備に入ります。平城京の地理的弱点を克服しようとした都市であったと言われています。長岡京の立地は宇治川、桂川、木津川など3本の川が淀川となる合流点がありました。6月には藤原の種継ぐが造長岡宮司に任命され、工事が始まりました。延暦4年785年正月には宮殿で新年の儀式を行い、建築開始からわずか半年で宮殿が完成していました。当時宮殿の建設では元あった宮殿を解体して移築するのが一般的でしたが、平城京から移築するのではなく、
浪速の宮の宮殿を移築しました。平安京への遷都。佐原親王亡き後、延暦7年788年、夫人の旅子、翌年皇太夫人高野の新笠、翌々年乙室が相次いで亡くなります。これで四季家が没落、南家が勢力を伸ばします。さらに延暦9年790年日照りによる飢饉、遠藤草、闘争という疫病が大流行します。そして伊勢神宮正殿が放火され、皇太子アテが発病してなかなか回復しないなど、さまざまな変事が起こりました。朝廷で陰陽師が占うと、佐原親王の怨霊が取り付いていると出ました。桓武天皇は自身の出自に負い目を感じていたと考えられます。天智天皇の系統という正統性を持つものの、母親高野の新笠が百済系渡来人の血を引いていたからです。また親戚が下級官人であったこともあり、28歳で従五位家に叙せられる遅さでした。そして井上内親王、長部皇太子の冤罪事件が怨霊となって桓武の心に暗い影を落としました。そんな中、佐原親王の冤罪事件によるたたりが発生するに至り、怨霊の恐怖は桓武を苦しめていきました。宮中に怨霊がはびこり、桓武は公に亡霊への配慮が必要となってきたのでした。長岡京は佐原親王が亡くなったお得に寺もある土地です。その怨霊から逃れるためには、長岡京を離れざるを得ないと考えても不思議ではありません。恐怖から逃れるためには都を移すしか策はないと考えました。桓武に遷都を進めたのは、道教聖徳天皇の宇佐八幡宮神託事件で有名な分けの清麻呂でした。分けの清麻呂は造宮大夫に任ぜられ、延暦15年796年には従三位に叙せられ、ついに公卿の地位に昇格しています。延暦12年793年1月、桓武天皇は再遷都を宣言します。遷都の地は角の郡宇田村でした。延暦13年794年12月、ついに桓武天皇は怨霊がはびこる長岡京を離れ、平安京に遷都したのでした。そしてその名前は、平らかで安らかな都になるようにという意味を込め、平安京と名付けられました。上御陵神社、下御陵神社。上御陵神社、下御陵神社は京都御所を挟んで鎮座する平安京を守護する社です。上御陵神社、京都市上京区上御陵立町に鎮座する府社。794年5月、佐原親王の御陵をこの地に祀ったのが始まり。御陵はもともと怨霊と読み、怨霊のこと。上御陵神社御祭神、八所御陵。須藤天皇、佐原親王、井上大皇后、長部親王、下御陵神社。京都市中京区下御陵前町に鎮座する府社。上御陵神社と対応する社名。このように佐原親王の怨霊を鎮めるために祀られた神社であることは確かです。当時怨霊と認識していたということから、冤罪の可能性が高いと言えます。しかし平安京に遷都してからも厄災が続きます。その最たるものは富士山の大噴火です。
延暦大噴火。800年3月、富士山が大噴火したのです。何日も地震が続き、灰を含んだ黒い雨が降ったといいます。当時の箱根越えの街道であった足柄道が埋没し通行不能となったため、新たに箱根峠を通る箱根道が開かれたほどです。桓武天皇は佐原親王を須藤天皇にするということまで行っています。よほど佐原親王のたたりを恐れたのでしょう。そして皇居するまで怨霊に苦しめられるのでした。実の弟を死に至らしめたという後悔が怨霊としてたたり、都を移す事態にまで発展したというのは驚きです。謎多き蘇我氏、藤原氏、天照や邪馬台国についてはさらにご紹介していくつもりですので、お楽しみに。日本古代史の謎を紐解き、少しでも本来の日本建国の姿を再現できればと思い、ご紹介させていただきました。このチャンネルでは、独自の視点から見た歴史、科学について発信しています。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。